ああ行方不明のバロを探せ。あれ今からミッションが始まったんだ。あ、デルビーです。この無意味なあの左と右のなんだろう通路を調べたくなってしまう。糸丸がいますね。これがキングストン戦か。キングストンって名前を聞くとモンスターレースが出てきます。モンスターレース2ですね。どう見てもお風呂の線の親分にしか見えないね。これを抜くと海の水が入ってきて沈没してしまうらしいよ。おい、もしも線が抜けたら5力ぐらいの力がないと、あやめさんかな、閉めることはできないらしい。ウォッチャーガッチャー。なんでレンジャーがいるんだ。闇闇見張り団は何をやってたんだ。仕方ない、ダブルでモバリムだ。一匹ずつの、うわー、ゴーリキーさん出てきた。持ってたのね、わざと。ゴリチュー。まあ、一匹ずつやっていきましょう。なんだあれ、マッスルポーズか。お、なんか爆裂パンチみたいな。で、ワンツーだったからなんだろう。うわー、強い。おお、気合いダメかな。パンチや衝撃波を出して攻撃する。じゃあ真空波か、あれは。確かにカイリキーって真空波覚えたよね。でも過去限定ですけど、確かこれ引っこ抜けってことなのかな。でも沈没したらまずいもんね。ダンダン。船にただ乗りした上に勝ち上がって年上に居つけてる。年上かよ、リーダーじゃねえんだ。でも次戦えばレベル上がるからな。近い扉から入っていこう。ピカチュウ回復用でした。どうしても行き止まりって見に行きたくなってしまいますよね。ここまた戦いそうだな。マネネ、ボイルランドでマネネとは嬉しい収穫だった。うちの親方喜んでくれるかにゃー。どうしたお前、マネマネ。あ、長老さんちのマネネかこれ。なんだなんだお前、どっから忍び込んだ。モバリモの威力を見せてやる。おい、マネネ、こいつ船から叩き出せ。カチャカチャカチャっと。テクテク歩いてきて可愛いですね。フェアリー着きましたからね。本当に忘れるんだよね。バリアードとか出てきたらさ、それはなんだ。なんかじりじり言ってるけど、あ、そういう系か。え、何これは、うわー、マネネが強いよ。そして、あ、そっか、ゴリゴリ言ってや。レベル上がるから。HP に関しては問題ないんだ。あ、不思議な弾を飛ばし、念力のバリアで2万余る。まさかのこれ、あれですね。仲間になるフラグですね。ドン。マネネすげえ可愛いんだけど、こうやって見ると。そして、から侵入者発見、侵入者発見。マネネ帰ってきませんでしたね。マネマネ、こっち来いって言ってるぜ。ずいぶん開けてしまったな。くしゃみがあるぞ。失礼。マネマネ。マネネが水木を呼んでいるようだ。ついてこいって言ってますね。ワープすんの早いだろお前。さすがエスパーポケモン。マネマネ。でも俺はこっちから行くぜ。あ、ラルトスじゃないのこれ。ラルトスだ。あ、じゃあサイコパワーかな。ラルトスというよりも俺サーナイト好きだから捕まえたい。サーナイトも好きだしエルレイドも好きだからね。ヒュー、お前らはあれなんだな、設置あの消えてる最中にも HP 回復するのずるくないですかね。ちょっとそれずるいなお前ら。ちょっとゴリゴリいかないと消えた後に回復されちゃう。でも一回囲めば確かHP の減少は下がるから。体当たりだった。サイコパワーじゃないのね。
ルクショーですね。電気使うのかな。デルビル、あ、いけないのか。一方通行らしいですね。マックの下、ゴーリキーさんがいました。伊藤丸、まあ上行けつってからこっちでいいのかな。でこっちか。でもな、大丈夫だな。は、入れと。まねまね。あ、モバリボが設置されてますね。電気2かルクシオを連れてこなきゃいけなかったか。あれはね、どうやらポケモンたちを助けてほしいらしい。ラルトス、ん？これうちのラルトス？あ、うちのラルトスでした。そしたら、あ、そういう系なんだ。一番初めまで戻されると。ラルトスじゃない、レントラ、あそこか。レントラじゃない、ルクショですね。そしたら、ルクシを連れてきましょう。BGM かっこよくなってるね。なんか、レントラってもうちょっと俺顔でかいイメージがあるんだけど。ルクシを？設置系はやめて。いやー、ガードがあっても3くらいのか。ガードがあるとあれですよね。なんか、あれが出ますよね。ダメージ受けた時に丸が出てるような気がします。はい、電気に。電気の塊を吐き、全身から電気を飛ばす。吐いて電気を飛ばす。電気の化身ですね。なんか、ラルトスの動きがすごい敵っぽいんだけど。デルビル。そしたらまた戻っていきましょう。上から行って。でもゴーリキーさんもなんか使うみたいなこと言ってましたよね。あ、そっか、多分じゃあこれあそこ線抜かれるんだって聞かなんかに、お前も一緒に沈めてやるみたいな感じ でそうなった時にゴーリキーが必要になってなんか閉じていかないといけないとか、そんなね展開になると予想してます。はい、ちょっと待ってね、行ってくるよ。お、セーブがありますね。ただいっぱいいるなあいつらな。いっぱいいましたよね。よし、いっぱいいるけど別に誰とも戦うわけではないのか。エレキボール、これまだ先あるな。お、一つずつ溶けていく。ウニュくるくる回ると大体仲間になるんだよな。回りすぎじゃないか。マネネはとても喜んでいる。これでも海の上だよね。これ普通に考えたらこっからみんな飛び降りちゃってるからさ、人影とか、あ、マネネも帰ってきた。人影とかもさ、あれなのかなって思っちゃうね。海を泳いで帰るのかな。それは運よく不安定が引っ張ってくれるのかな。さあ、ボスっぽいですよね、そろそろ。マネネいなくなったんで、ポケアシストを有効活用していけば。うわお、まだあった。お前が侵入したか。お前レンジャーだよな。どうしようどうしよう、見捨てようぜ、見逃そうぜ。あ、そうだ、ドカイモスイッチを入れよう。あ、そうだ、京都に行こう。壊すに、あ、ゴーリキがダイヤルは整列しろだ。あ、違う違う、襲いかかりにしない。命を大事、ダイヤルガチャガチャ命令させろ。壊すに、あ、壊すにいた。2というか3がいた。スリープが超ワープしてる。はーい、壊せさんをここで使っていく。おら、なんだろう、アシッドボムかな。ベタベタ、またよろしくね。あ、戻った。あ、みんないなくなっちゃった。ゴーリキーさんちょっと必要だったんですけど、多分壊す必要になるんじゃないかなと思ったんですが、あ、違うな、またいる。帰ったけどまたっけ。ゴーリキーさん捕まえておきましょうか。そろそろね、こっちのパーティーが人いなくなっちゃったんで。
マッスルコース、これがね出が早いからちょっと危険ですね。これは割と遠くを囲んでれば大丈夫かな。でも格闘のポケアシストはなんか線のラインが強くなるっていう、あちょっと微妙かな。離れてね攻撃できるやつが結構有効かなと思うんだけど、どうなんでしょうね。なんだあれ、体当たり2が必要らしいですよ。あ、でこれが動くのか。体当たり 2? 体当たり2か。お前絶対サイコパワーだろ。なんかすごい爆発したんですけど、体当たり2、でもこれスリープが体当たりじゃないとちょっと成り立たないか、ちょっと進めないんで、多分スリープが、あ、すごい勢いで回復してきやがった。そしてだけどその技の回復はしてたけど、技の後の硬直時間すっごいあった。壊すにどうする、体当たり2がいない。こっちの方にいたのは誰かいたかな。いないですね。ラルトさん1だっけ。1でした。体当たりまさかの2を探さないといけない。ピカチュウは多分違うでしょ。ビリラン爆発しますね。いないよね。誰かそれっぽいのいたかな。もう一つ持たないといけないか。なんてこった。あ、スリープ引っかかった。お前ワープしたのずるいぞ。引っかかったザマミロプギャーと思ったのに。なんか下の方をちょっと回っていきたいかな。こっちの方をちょっと見に行きたい。ラルトス、イトマル、スリープ、ちょっとイトマル見てみましょうか。イトマルが2なのかな。あっても1だと思うんですけどね。ピピピ。おお、なるほど、吐いて設置系ですか。結構長いね、あれが。クモの巣、それは普通に足元設置なんですね。1ですか。1か。2がいないな。さらば。口からネワネワした糸を吐いたり、なんちゃらかんちゃ。スリープ壊すだったしな。あとそれっぽいの、デルビルは燃やせだと思うけど、ちょっと一回キャプチャーしていきましょうか。アクハか。なんだあれ、火炎弾みたいなの入ったぞ。炎の渦、炎の渦、あ、炎の塊を吐き悪の波動を出して攻撃する。体当たりこれ1ですね。体当たり1ばっかだな。お前燃やすじゃないんでね。なんか近くにいたりしたのかな。レントラーは、レントラーじゃない、ルクショは違うし、もう一個戻った方がいいかな。そんなに戻るってことがあるかな。これマネネゾーンだよね。これピカチュウだったし、キングストン船、何かが理由で船を沈没させるときにこの船を抜くから。あ、キングストン船って俺船の名前かと思った。水かけか。水かけ2がなんでこんなとこにいるんだろう。で今あれか、まあ、トリトトンいるからいいとして、で頼れたり2が見当たんないんで、ゴリキーさんって壊す。そっか、お前か。ちゃんと見とかないとこうなるんですね。いました、頼れたり2。幕の下、君は何だったんだろうね。クソ、ムカつくからこのゴリキを連れてってやる。マジかよ、頼むぜ。これはどっち？ハイパーランクですね。
これはもう全然無視してグリグリいけるんで、これだけね、これちょっと多めに外を巻いて、うわー、一番いらないのはきっとラルトスなんだろうなって思ってしまった。まだコアスは使うかもしれないんだよ。糸丸も可愛いよな。そんなとこに行かないで。ああ、やっぱダメだった。もちろん僕はエスケープ。今日無駄に残業しちゃったか。無駄に残業っていう言い方も悪いけど、伝えることはちゃんと伝えてってほしいよねっていうあれでした。そのせいでちょっと無駄に時間を食ってしまったわけなんですが、こんなところでセーブしてよかったんだろうか。よし、行きましょう。でも水かけに使うかもね。今各種出てきてるから。行ってこい、ゴリキ。体当たり、殴っている。腕ぐる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 にしてた。何、ぐるぐるパンチみたいな感じっぽい。ゴリキがやられる。そしてお前帰ってきてすぐあれか、そこに戻ってきたのか。じゃあもう一回力を貸してくれるかな。ガンガンガン。そうか、これで上のコンテナ使っていけるようになるんですね。そっちはまず連続波状攻撃だから、こっちはマッスルのボス。危ね。あれやっぱ出が早いな、すごく。だんだんキャプチャー慣れてきたんじゃない ?B ランク。なんかたまにちょっとリセットの見ないとね、若干ね、止まってる説があるんで。さっきから爆発してる。ブンブン。ちょっとそこに待機されると困るんですが、行くしかないですね。意外とスリーパーって器用なんですよね。物理技も結構覚えるし、まあ、エスパータイプってのもあるから、そもそも技もいろいろ覚えるし、で初代って結構やっぱり豊富じゃないですか、技。パンチ系統も覚えるし、あいつ猫じゃねえくせに猫の手覚えるんだよな。猫っぽいのかな。でバクでしょ。バクは何かなのか分かんないんですが、でこれが縦につながるのか。あ、自分のあれだったか。ゴリキも言っていればいいんじゃないかな。お、まあいいポーズだな。これ絶対ダメージ受けるでしょ。すまないミリジャマ、あいつらバカすぎ。おい、今の鳴き声誰だ。あ、あれだ、モーカザルとかそういう系の鳴き声だった気がする。豪華ではないと思うから。ほら、モーカだ。いましたね、モーカザル。なんだかんだ言ってね、なんだろう、豪華ザル結構育てたりしてるんですよね。早い。モーカザルは 3体かな、2体かな、忘れちゃったけど、それぐらい普通に、火炎車っぽい。それは何なんだ、さっきから。炎の渦なのかな。そして何も出さない。何も出さない3パターンか。それは、これはあれでしょ、口から火柱出すやつで、これは何もしない、回転するだけ。次の回転がいろいろ出てくる。でもなんか近づければ大丈夫そう。案外苦戦中。あ、食らってしまったか。ふう、地味に苦戦しましたね。普通にね、スカーフアタッカーとして物理と特殊で1匹ずつ育てたかな。モーカザルは物理と特殊で、あと猫の手の物理と特殊と、なんか
特防に、なんかその昔特防に振ってロトムに対してあの瞑想を生キルをするとかいう謎のあれを電気位置がこんなところで立ち塞がってくる。ビリリダバってどうなんだろう。一番近い電気は彼しかいないんですけど、キャプチャーしたことあったよね。あ、したことなかった。じゃあこの爆発したところに行ってみましょうか。やっぱ動き早いな。ボン、あ、違かった、電気ショックっぽかった。そして HP が意外と低い。爆発した後だからかな。電気に、あ、2なんだ、助かります。そうしたらいらないのはなんか各種揃えてますって感じですね。壊すを置いていきますか。ゴリキが、でもゴリキは後で使う気がするんですよね。脱出パートですよ。某探偵アニメの映画とかはさ、犯人はすぐ分かってさ、割と序盤で30分ぐらいで捕まるんだけど、の30分じゃないか、初めの1時間ぐらいで捕まるんだけどさ、残りの30分ぐらいでは脱出パートになるって、むしろ脱出がメインになりつつありますよね。ブーバーかわいそうっす。キルにいないね。金網もキルで切れるんだ。キルの威力すごそうだな。あ、なんかポケモン各種揃えてますぜみたいな感じの部屋がありますね。こういう時右から行くか左から行くか。でもセーブがさ、左にあるから、これ左に誘導されてる感がすごいあるから、右に行きたいと見せかけて俺は左に行く。あ、お久しぶりですね。誰だ、マルケラ闇なのか、それともアホズラ闇なのか。部屋が暗くてよく見えねえ。お前水木か、どうしてここに。そうか、俺を助けに来てくれたのか。いや、見に来ただけです。ありがたい。まさかこの暗闇をなんとかしないことには、ターゲットを調べることもターゲットクリアすることもできねえからな。この貨物船のどっかにエレブーがいたはず。エレブーのフラッシュで秘伝マシン5ですね。今なんだっけ、技マシン80とかだっけ、忘れちゃった。結構変なところにいますよね。お前なら簡単だろ。エレブー探してこいだそうです。ドアが開かない、ロックされているようだ。やっぱ右ですね。やっぱこれ左に誘導してからの右でしたね。素直に従っててよかったらしいです。ひぃ、このクセモノめ、せっかく集めたポケモン奪われてたまるか。あれ、ロコンとかブニャットさんは関係ない感じなんですね。メリープかわいいよな。まあ地味に HP 高いぜ。意外とでもおっとりしてた、和むな、見てて。はい、 OK、 ポンポンポンっていったね。電気1、うーん、これランクってどうやって決まってんのかな。ポイント制だから。ドン、めめめ、これはもう絶対親方に叱られるな。俺親方っていう言い方をしてるな。船長とかじゃないんですね。そのまますぐ上に行く。ラッタッタ、ラッタ、ラッタ切るかな。ラッタって捕まえたことありましたっけ。ある気がしますね。どっかで切る2を、あ、じゃあそこのブーバーがいたところにきっとエレブーもいるんだよ。どっかで切る2を探して戻んなきゃいけないんだ。ラッタ切るかな、かじる、かじるじゃないかな。はい、切る2でした。そして捕まえたこともありませんでした。じゃあラッタでいいですね。ちょっとでレベル上がるから、次結構、うん、誰？あ、ラッタか。うちのラッタかと思ったよ。根性張り切り。なんだろう、電光石火。これ下はなんかあんのかな。なんかないけど、向こうの方下若干ありますね。デレビル、危ねえ。これ実はブニャット、あ、そうか、あれがキルだったから、ニャルマーがブニャットでもよかったのかな。ほら、痛いエレブ、ちょっと見てなかったけど。
みつく。やっぱ口で言った。ラッタすごいな。カナミ口で言ったよ。あ？カナミがなくなると止まる仕組みなのか。エレブー。ブーバーも止まった。わざわざエレブーとブーバーにやらせる意味。そして近寄ってくるブーバー。でも俺が必要なのは残念ながらエルブーが欲しい。ああ、いい鳴き声ですね。ちょっとあまり攻撃のあれが長すぎると HP 回復されてしまうんで困ります。お、頭光ったぞ。設置系は困りますね。これまたあれかな、放電攻撃。地面に電気のボールを設置するやつの技はなん、フラッシュ。体が電気を発生させる。電気を飛ばして攻撃する。なんかルクショーこんな感じじゃなかったか、説明が。レベルがどんどん上がってきますね。でこのミッション長いよね、意外とね。もうすぐ1時間経ちますね。さてこれで一旦セーブしましょう。ちょっと目薬、目がショボショボしてきた。よし、行くぜ。その泣きはエレブだな。よし、いいぞ。エレブの力を借りてこの部屋を明るくしてくれ。あ、ここで一回話しかけないといけないか。フラッシュを使いますか。大丈夫。エレブまたよろしくね。これバローさんまた切る必要なんじゃないかな。まぶしい。しかし闇の中にと気持ちまで軽くなるぜ。こんな姿できれば見られたくはなかったよ。ちょいきつめのぐるぐる巻き。そこおいやつよく我慢しているもんだ。とにかく早いとこ体を動かしたい。このロープを引きちぎれる人間はビッグママぐらいだろ。ビッグママ連れてくれば最強なんじゃないかな。ここではポケモンの力を借りるしかなさそうだ。キル1でいいのか。ちょいきつめのぐるぐる巻きも大したことないですよね。まあでも2位は金網レベルだからな。金網をぐるぐるに巻きされたら嫌だな。俺多分お前がキルなんじゃないかなと思うよ。せっかくだからさ、捕まえとこうっていう算段。なんだ、地震か、踏みつけかなの衝撃波か。まさかあんなに可愛かった猫がこんなになってしまうなんて。俺でも結構好きだよ。やっぱね、あの猫魂というか、あの猫の手が大好きなんですよね、そういう技が。体当たり、親裏切られたでござる。またラッタじゃないか。